個。これが食いすぎというものか。吐いても割と後に残るのねー。本当にそうかしら？またすぐにお腹空いてぶっ倒れるとかなしよ。私だってね、学習くらいするのよ。あなたと一緒にしないでもらいたいわ。今なら勝てる気がする。ねえ、試しにボコしていいかな。また負けるんじゃないの？そのままあの世で魂を洗浄されて別の生命体に生まれ変わることになってもいいなら止めはしません。もしそうなったらまた私のように美人になること間違いないわね。参考までにお前生まれ変わるなら何になりたい？まさかここで戦うかかってくる気か？お前がいなくなったらせめてお前が生まれ変わりたかった何かを可愛がってやろうと思って。そんな優しさやんわ。私これからどうしよう。希望を抱くのは自由だけど人になれるとは限らないからね。例えばナメクジになるかもしれないし、ミジンコになるかもしれない。みんな大嫌い、テッカテカの油ギッシュ人になるかもしれない。なぜ固く何をしてらばかりなのだ？すまん。それはちょっと勘弁願いたい。今可愛がるって言ったばかりではないか。大丈夫です。もし現れたら即座に踏みにじってあげます。そしたらまた虫けらガチャが回せます。虫けらから離れろー。まあどうなるにせよ、またクチュラ内容生成器をつけるんだね。他の動画を見たい方は動画の説明欄かこの画面から見に行くといいわ。よかったら高評価チャンネル登録もしていってね。